第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。解説は A1 リーグ広柴田プロが務めます。柴田プロよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第4節2回戦勝敗の開始です。それでは2回戦立ち合いに吉田忠志プロのエースによって2回戦が開始されました。ちいちゃから2平、なんちゃに明石、シャーちゃにふもと、ベイちゃに客野の並びです。全4回戦の2回戦目に突入いたしました。ドラが9走、三平の手配が移ります。親場の手配どうでしょうか。ドラは1枚見えますね。メンツはなさそうに感じますが、ちゃんと系でしょうか。まだちょっと決めづらいような手配ね。ちゃんとにするとね、はい、回りにくくなるけど、おー親番ですけどね。ね、数層から行きました。何か一役をって考えたらちゃんとになるのかな。旬が統一証です。ふもとはできメンツありません。客のはこれで一メンツと、さあ2回戦に入りました柴田プロ、はい、まず1回戦ご覧いただきました。4社の戦いぶり改めていかがでしたか。そうですね、やっぱり明石さんがね、はい、全体をまとめて、はい、なんか一人置きでね、最後うまく取ったなっていうのがすごい印象で、やっぱりみんなついてこれてないですよね。最後の客野さんの選択ってどうでした。ね、ちょっと難しいところでしたけど、選択トップを取るいったってことだもんね最後ね、はい、マリボ出したことで浮きに回らず、大きいね、プラスが欲しいっていうのをね前面に、はい、出してきたんだろうけど、うまくいく時もあれば失敗しちゃう時もあるし、まあ、強い気持ちは感じましたね。そうですね、勝ってやるぞっていう、さあ客のがドラを引き入れました。国士っぽいね手配だね。本当ですね、親なのに捨て配がすごい。全部の色が切られています。こういった親の国士狙いって、どうなんですかね。早い遅いはまあ分かりづらいですか。分かりにくいけどね。あれやあれや。あららら。なんか国士以外は見てきたような。始まるよね。ドラドラだもんね。はい。急走がドラです。これで仕掛け出しもあるんでしょうか。そうね。泣くんだったら全部泣きますか。あ、でもなんか2枚切れです。どうですか。それでも。それでもでいけそうですけどね。客のはイーシャンテン中。こちらですね。ニヒラ。なんか統一ですが2枚切れ。タースは足りてるもんね。ちゃんとのね、はい、足りています。イーソー、キューソー、シャー、明石が仕掛けを入れました。箱をポンして同走切り、ドラは打ち出さないぞという構え、さあニヒラも対抗してシャーのポン一泣きとなっています。あらなんか2枚ないということで、まあ、ストレートに行くならチュンとかがありましたけども、まあだいたいターツ決まってるんでね、はい、あとチュン動かれたらとかもあるのかな、はい、そうしたらチュンね、実際ポンもあるのかな。ポンですね、明石が統一です。ポン点が入る形でした。ここでチュンが打ち出されてチュンのポンカンパソのテンパやかし、ヤクヤクドラ1です。一手がありトイトイ、はい、急走の重なりはもうありません。なので変に手代わりはしない方がいいかもしれませんが、バーソが残り1、その勘馬にしましたね。5万引いたら勝負ってことですか。ふもとはやっ、あ、ごめんなさい、イーシャンテン、あ、ヤクヤク本一に見えたりするとね、白チュン数ピンとか9ピンは怖いところ。明石の手配ですね、ここでイーソの統一に手をかけます。かけましたか。やはり高い手には打ち込みたくないと、初見えてないし、初一枚切でしょ、はい、確かに自分の手配が上がれるかと言われるとまだ X ではありますもんね。にひらさん X ではあるけどね、どうあるべきだったか、いや難しいですよねこれは。本当にもうちょっと行った方がいいですか。いやわかんないです。
じゃあ僕らは答え見えてるからね、はい、例えば、ロウソウが照らしだったんだけど、僕らはあのロウソウの照らしが意味があったっていうのを答えは知ってるけど、はい、意味がないロウソウかもしれないし、実際はね証ですね、そう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 、はい、あれはねカンパッサにしたロウソウなんだけど、打ってる本人たちはね分かんないから、なんかいろいろ疑っちゃいます。やっぱり高いケースをいろいろ想定して、うん、ね、はい、思っちゃいますね。でピンズル打ったらね羽マンと、うん、ありますよね、うん、ああ3品は、あ、ごめんなさい、初切れて、初切ってましたね、全然三元杯の話は、ああ、はい、三元杯全然余裕です。3品が入って天杯入りました。9品切れば役は、役がない、役はないよね。ドラドラ G マンとなります。こうなるともう受け、受けでしょうね、ですね、うん。ふもともパーソは打ち出さないでしょう。逆の天杯です。ね、両ピンが筋ですけど、どうしますか。うん、どれも打たない選択でした、ね、うん。やはりピンズはかなり警戒されているんですね。うん、ピンズでドンって言われたら、マンガンね、覚悟しなきゃいけないところだからね。うん、ここでの両反役はかなり怖く見えます。これで手出しで急走、皆さんどう思うでしょうか、うん、どうですかね。どうなんでしょう、今まで転敗してたっていう過程があるんだったら、チーソーはもう超危ないよね、はい、パーソーは2枚見えてるから、うんうん、それから今本一の転敗ってあるよね。あーで勝負でドラ切り、うん、そうそうそ う, そ う, そう、あー大いにありえそうですね、うん、パーピンが紡げられます。実際は間違いなんですが、現在明石の一人転敗中です。さあもう終盤です。転敗入りません。逆の続きまして、新平はどうでしょう。まあ急走はね通るからね、はい、転敗入りませんでした。明石の現物マン、明石転敗継続、これが敗定となります。流局です。明石一人転敗、手が空きました。う、ね、うん、まあ上がりはなかったですけどね。三平さんですか、うん、やっぱり、うん、難しいね。ポイントない人たちだからね、分かんないよ、はい、ちょっとやはり上も見たいですけど、もちろんやってるのは、うん、意味は分かります。ピンズったら漫画だし、はい、うん、どうするかなと思って。柴田さんは行く、いや分かんない、本当分かんないです。うん、それぐらい難しい局面ではあったと。難しいですよ本当に。特にねやっぱりこっあっち側に座ってるとね、そうそうそう、もっと怖いですからね。あれが例えばドラがねもっと早く切られてると、もうピンズ全然いけないんですけど、はいはい、ワンチャンペンチーソーとかカンパス、ペンチーソーが多分本線とかで、ね、うん、あるんじゃないかなと思ったら、手はあるけど打ったらマンガンっていうのは分かってるからね、はい、やっぱローソー手出しっていうのもちょっとネックっていうか気になる部分ではあるね、うん、そう関係ない時もあるからね、はい、分かんないから、うん、親番は明石です。もうあそこら辺になっちゃうとあのさ分かんないから、もう意地張るかやらないからかなあれはね、行くか行かぬか、行くか行かないか、はい、動いた時のさ、自分がシャアを動いた時にどんな心構えで動いたかとかね、はい、そういう話だと思うんですよね。だって分かんないんだもん、だって相手の手は ね。さあもう局面は動いています。トンのポン、客のが入れていて、リャンシャンテンの形、ドラが初で、ニヒラの元には1枚、続きまして親番が明石なんですが、こちらの形も後継で天杯とはなりました。サブローピン、さあふもともね行きたい手配の差し子の3色が見えるんですが、ドラがどうかといったところです。雰囲気明石さんよね、はい、明石さんが今ね、うん、いいんじゃないかと。サブローピンの闇天中、やっぱポイントある人は攻めがきついよね、傍受してもさポイントがあるからね、1回は許されるとか、うん、ポイントを使って攻めれるから
やっぱり選択が増えるんですかね。増えてますよね、確実に。まだこの A2 リーグ第4節で全11節あるんで、長い戦いではあると思うんですが、もうやはり意識などは、ああ、やはり積もる。3ピンの積も上がりとなったのは青山明石です。ピンフ積も700は800オールの積も上がりを決めました。やはりもう4節ですけども、意識は皆さんして。やっぱり上位争いするね、はい、位置に常にいるように考えないといけないけど、明石さんとかそのためにね、守るんじゃなくてやっぱり攻めないといけないから、はい、ありますよね。ドラがウーマンです。柴田さんから見て明石さんのジャンプってどういう風に捉えてます？はい、なんだろうね。うーん、マンズがすごい大事だした。先手のバランス型みたいな感じですかね。先手のバランス型、さっきほらイーシャンテンでリーチで、親のリーチで現物1枚切って粘る選択選ばなかったじゃないですか、はい、ありましたね、うん、だから結構先行を意識してる。打ってる牌は攻撃よりでも守備、うん、ちょうどバランスですよね。マンガン手はちゃんと狙うという、はい、さっきもほらドラを引いてね、ドラを打って、マンガンの天牌トイトイにしたところとかね、はい、ありました。もちろん、はい、あれドラ切らない選択も明石さんの中にあるんでしょうけど、はい、新平さんが辞めたのを見て、じゃあここは強気にシャンポンと、多分そういう感じだと思うんですよ。やはり相手との速度バランスを常に測りながら、うんうん、いい川でしたもんね、ドラピンズっぽい川でって、相手が引いたのを確認してからさらに攻めると。そうですね、怖さもあるような捨て牌作りができていました。うん、マンズの一色になっているのが明石です。さあ、カンロスを引いてふもとも前進となります。急走が暗号になったのは客の、ここは今の統一落としでソースの本一、スピード的にはどうですか？そうですね、一応ドラ引いたらね、思い直そうって意味で、はい、6万を残してってことでしょうけど、あ、これで一気にグッと引き締まったんじゃないでしょうか。いいシャンテン、初を重ねたのは客のです。初が先ほど切られたばかり、うん、これで本一って決めたから、じゃあ6万のくっつき、はい、5万引きを狙わないで先に6万と。新平もポンテンが取れる形になっています。こちらにね、トンチュンがあるんで、あー、これは行きたいよね。大きく行きました、うん、こちらも大きくペッペ、単葉ピンフとかの変化もあるかもしれないし、ありますね。ドラも1枚使っていて、うん、おー、致し方ないですかね、これは。本一上がれば全て報われるんで、あれはかしこまりました。そうし、一目つきろうがね。はい、親の現物のスースを新平残しています。想像で一目つかぶってしまいますが、ピンズで上がれれば、明石が来るか、ね、なんか現状は追いついてないけど一気に追い越しそうだよね、明石さんね、怖さがあります、うん、先ほど一人行きだった明石です。ふもともいいシャンテン、ふもさん全然引ける気しないんだよな、うん、ちょっと怖くなってきました、ね、9ももうね3枚出ちゃってるしね、はい、新平が仕掛けを入れます。両面地、食い伸ばしっていうのかな、これ両面地でいいのかな、はい、どうなんだろうね、食い伸ばしじゃないか、食い伸ばしではないね、両面伸ばしたもんね、はい、どういうんですか、わかんないです、ちょっとあんまりそういう言葉、正しい日本語がすいません、苦手だから、麻雀用語よね、新平、はい、はイーシャンテンの形です。きたー、来たー、でもまだまだね、そん、はい、ドラも持っていません。4万ですか、アローピンか、ドラドラになっているふもとです。チューンを重ねた、チューンがもちもちですね。あらら、でもこれも、いや、すごい強気だよこれ、トンは。おー、後方のやつにね、トンぶつけていく、1万じゃなくてトンなんですか、はい、で、イスチーピニヒラがテンパイ、これはさすがにいきませんと、まだテンパイ入れば、うん、ああたり牌です。行きたいのにな、もう親もいますからね、うん、8番とかちょっと怖いところよね、
そうですね、明石には危険度は高い灰となっています。チーピンのつま上がり、ピンズに染めて上がりまで決めていったのはニヒラとなりました。薬灰本一1200、1200、2200のつま上がりです。まあ、こうなれば結果オーライでいいと。本さん確かに、まあ親が気分よく打ってるうちにトン泣けたっていう感じですかね、はい、気分がいい明石さんがねトン打ってくれたって気分悪かったらトン打たないだろうしね、打ちたくないです、ね、ちょっと弱気になっちゃいます。トン3曲、ふもとの野蛮、ドラ3万、あーまあですかね、はい、ピンズで一面つ完成、うん、続きまして客の足頃の3色があるでしょうか。ただドラが3万、ニヒラはトンがドイツです。続きましては明石、明石はペーチャでシャートイツ。今日は A 型と B 型の対決です、うん、A が2名、はい、B が2名。 A 誰ですか、誰でしょうか。いきますよ、はい、あ、当てますか。いやいいです。ニヒラさんと明石定価プロが A 型です、はい、そうなんです、左の A、 はい、で、ふもとさん、客のさんが B 型、あ、ちなみに柴田プロは A 型、 A 型、はい、私 B 型です。あ、なるほど、こっちでも A 対 B だ、ね、そうなんです、あ、そういう対決となっております。 B はなおちゃんだけで支えてる感じだね。え、どういうことですか。いや、ちょっと B 頼りないし、あ、今辛い展開をね強いられておりますね。そうそうそう、頼りない B で、こっちからちょっとエールを、そうそうそう。さあ、三色が見えるのは客のです。ピンズで一面つできました。明石、お、ふもともいいシャンテになった親番です、うん、一品統一にしましたね、はい、三品とかもあったけど、選択は一品か三品、そうですね、E ピン切っとくと何が得っていうか、なんだろう、マンズの横伸びじゃないかな。ドラがほら下目だから3万とか、あ、3万ですもんね、うん、3ピン切っとくとまだ1通とかで思い直せるからとか、はい、1層3層がちょっと不十分な分、うん、ピンズの横伸びを期待しといとしたい。もしかしたらシャンポンリーチね、一発で決めようって、はい、狙ってたかもしれないし、リアンゾー引きでね、明石がいいシャンテンです。あ、これ3色残しましたね、面白い、独チッパの3色、うん、先ほど1通は見ていませんでしたが、そうですね、うんうん、こちらのリアン反訳は意識していきました。明石目いっぱいには受けません。二度受けの部分固定させていきます。ああ、これでやはり、うん、天敗は親だからね、はい、天敗は優先しようっていう、もう一回考え直した感じですかね、うん、イスソー、スチソー、ランソー、スーソー、カンチーピンです。ここにスーソーが、ニヒラはマンズの形が後継になっていきます。引けるか、ふもと、ちょっと違いますね、うん、引いたらどうするのかな、リーチをまた打つのかな、さっきみたいにね、ありましたよね、先制リーチで、雰囲気的にはどうなんですかね、そんな強めの選手はいなそうにも感じますが、うん、テンパイですか、はい、ありがとうございます。スーソー、イスソーのテンパイは明石ピンフです。サクッと上がりがあるでしょうか、うん、ここもいつの間にかチャンスなんですね、ニヒラさん、ニサシイシャンテン、はい、カンサンピンが少しネックではありますが、追いつければ、あ、サンピン3ピンゼロになってしまいます。でも、え、今だってめっちゃ危ないじゃん、3ピン残しちゃったから、 あ、イーソーだ、あったあったあった、イーソーが先に打ち出されました。ニヒラから明石の上がり、やはりここも明石が上がりました、うん、先天強いです ね、ちょっとちょっと強いよ、うん、4連勝もあるかもね、ここをどう崩していけるか、うん、やはり柴田プロはこういうの崩すってよりは、うん、ここに歯向かわずに加点っていう考えになります。いや、崩すのもチャレンジしてもいいですけどね。うん、
三者はどのように考えているでしょう。崩、うん、れてくれたらチャンスよね、はい、自分がいっぱい加点するチャンスだから、はい、まあでもそう簡単にはね、どうします？どうなんですか、まだちょっと明石さんが崩れたとこ見れてないんで、うん、どうなんですかね。安定感はね、抜群でしょうね、はい、なかなか難しいかもしれません。ペンチースを引いた2平一メンツ、明石もこれで一メンツ、妹は順を重ねます。もうすでに2メンツ完成、ダブトンが統一になったのは客のチャンス到来でしょうか。ここはカンチャン選択です。はい、ソーズかピンズか、うん、単用ある分ね、こっちの方がいいのかな、うん、単用にローソーとか引くと手があるから一気に、誰が一番乗りとなるでしょうか。ドラドラなんですね、明石。チーマンがドラで、来るか天杯、うん、まだイシャン天チーピンがあるよね。3万の横伸びもあるからね。はい、3万の横伸び期待したいところです。天杯逆がないので、ここはロキュソリーチとなりました。あ、これは使えるローソーです、うん、ここは客野さん行きたいね。はい、トーン泣かなかったんですね。あ、出ました、ふもとの上がり。宝珠は2平となりました。リーチ1300です。確かにダブトン泣かなかったんですね。はい、泣きませんでした。泣かなかったのか泣けなかったのかは本当難しい、ね、後者でもあるかもしれないです ね、うん、なかなか、はい、打点は両半ですけども、うん、そして2平さんもね、ヒーシャンテになったがゆえに、うん、チャレンジしたけどすぐ掴んじゃう勝負ね。まだ三者の熱い戦いは続きそうです、うん、まあ読みは当てたって意味じゃない、うん、得点がなかった安いリーチの可能性あるなっていう、はい、ドラがトン、ドラ1枚、現在難入です。早いですね、2回戦は。ふもとメンツゼロ、いや左左右右見やすいですね。あ、見や、あ、いや、逆にこう逆に続いてくれると、はい、あ、そうですね。酔う人っているのかな、うん、酔う人、あ、こう見ててですか、うんうん、あ、どうなんですかね、まあ、あんまりそういった意見とか聞かないですけども、ね、あ、全員左利き対局も見てみたいなっていうのも来てますね。いつかね、叶うかもしれないですよ、うん、左3人しかいないからね。そうなんですよ、うん、近藤さんが A1 に上がってしまったの で、ね、残念なことに残念じゃない、嬉しい話、ね、残念じゃないです、うん、今ね、もう3位ですから。天杯だ、早くも天杯となりました。こちらにカメラが来ています。関数ピンの天杯は闇天、これは一手代わり3色が、そうですね、うん、あるんですね。2ピンが出ました。上がります。上がりたくないとこだけど。はい。客のから2平の上がり、単野を2000点。これ上がらずはあまり。ないね。3ピン切りはあったかもしれないけど。はい。2平親番連ちゃんです。面白い、この3人の点数の削り合いが。削り合い。小さい削り合い、ね。そうです。そうです。これがどんどん大きくなってくると響いてきますね。ドラチーピン、白統一、ドラは1枚1メンツ、まずは端牌のイーマンから。ドラドラ明石です。ふもとは3色が色濃く見えているでしょうか。ペーチャの客のはペー統一、柴田さんはね、今季はもう首位を走っていて、はい、まあちょっと危ないですけどね、まだ分かんないんで、いやいや半分ぐらいで。の前期は、はい、なんか役満のね、はい、いろいろ、そうそうそう、上がったけどね、上がり返されて、被害者は俺だっていうね、名言がありましたけども、やはり景色っていうのは全然違いますか、もう。
あ、そうですね、うん、まあ、今年ちょっと感触もともとある前にあったんで、はい、あるなと今年は、うん、あるなって、まあ、悪くはない、はい、去年は悪いと思ってたんで、うん、A1 リーグは全14節、うん、結構長い戦いですね。まあ、勘違いしてた方が強いですよね。あ、今日、今年は来てるなって勘違いしてた方が強く踏み込めるし、はい、ちょっと俺波に乗ってるなみたいな。そうそうそう、波には乗ってないけどね決してね、はい。もう柴田さんは、ほう、決定戦は4回ですか？4回かな、うん、3回4 3、はい、4回ですね、はい、25期26期、34期35期と、そうですね、まあ、難しい、はい、こればっかりは難しいや、うん、柴田さんから見てこの A2、はい、そして A1 ちょっと違いっていうのは自身の中で感じてます？あ、ポイントの戦いじゃないのが、はい、まあ、ポイントは、まあ、大事なんですけど、結構人との戦いがやっぱ A1 ならではって感じかな、はい、うーん、A2 はポイントの戦い、ポイントやっぱ伸ばさないといけないし、うん、やっぱ人に負けたくないからね、はい、どうなんだろうね、うん、なんか打ってる感じは違う感じがしますけどね、僕はね。まあ、A1 は特になんかキャラが濃いなってイメージもあるんですが、濃い人しかいないからね。そうですよね。僕なんか薄くて、テンパイ、いい、リャンウピのテンパイはふもとです。いや、見てみ、三平は白のポンを入れている親番中で、この形シャンテンです。ドラなどはないです。もうドラも打ち出していました。あと1対1が少ないのはやっぱ面白いかな。あのなんか1人3人ぐらいいるんですよ、結局ね、局にね、あの中央に立ってる人がさ、うん、気配がない人が1人いて、気配がある人が1人いて、はい、みたいな。なかなか1人旅っていうのもさせてもらえない、うん、させないようにしてるでしょうね。おそこもちょっと特徴的かな。今日の4名だと二平明石が上、うん、A1 リーグ経験者です。やっぱそこら辺味わってる味わってないもね、うん、いろんな違いは出てくるのかもしれません。天敗、ね、です、ね、うん、カンパスの天敗、あ、二差しだよ、もうちょっと大チャンス、大チャンス、リャンウピン、リャンピンだと3色、うん、リャンピン手の内で2枚使われ、山に残り2枚。明石もドラさんですからね、3色ドラさん、カンパスとぶつかりますね。そして6球回り、ひらー、ここでフボトがリャンピンのツモ上がり抜け出しました。タンヤオピンフツモ3色までついています。2004戦2100、4100のツモ上がりを決めました、フボト幸男。いや、1回戦は上がりもなかったものの、ここでまずは1300、そして2004戦と積もっていきます。ああ、皆さんがね、ちょっと勝負どころになっていた局面でしたから、そうですね、はい、ここで一つ抜け出したのは大きい加点です。親番が明石、もうさ、もうね、全然負ける気しないですけどね、見てるとね、麻雀、ああ、麻雀的に、うん、全然隙がない感じ、はい、うん、打ってるみんなやりにくいと思うんですよね。やりにくそうです。なんか一発裏ドラありとかもすごく強いですよね、ふもとさんって。あ、はいはい、ダブらしいルールとか、はい、あ、なるほど、本当にやりにくいだろうね、うん、でもふもとさんもやはり昔と比べると打ち方って変わってるんですかね。うん、僕はそう思ってます、見てて結構、はい。どこら辺が柴田さんの中で変わったなって印象がありますか？やっぱりなんか自分の、え、いいのかな、こんなこと。ああ、もちろん、ぜひお願いします。あれね、はい、自分の中芯がしっかりできたっていうか、はい、なんかめちゃくちゃ上の感じなんだけど、はい、あのこだわりがね、すごい見せてきて、うん、でここは譲らないとかね、はい、ここは3色決めてやるぞっていうね、うん、そういうのがすごい伝わるから、はい、それがやっぱりいい方に行くよね、いいよね、そういうの。なんか最初の方って結構先手必勝だったりとか、仕掛けも多めでしたけどもね。そう、あのパンチが弱かったみたいなね。うん、今はだってすごい強いね、手を打ってくるしね、
結構手役狙うとこ狙ってやりにくいと思うよ、他の人たちは。やっぱエツリーグもちょっとやりにくい選手増えてきましたよね。いやそりゃそうですよ。めっちゃね勝ってきてるわけだからね、はい、これね。さあ仕掛けを入れてるのは客のチュンのポンです。マンズの本一仕掛け、そしてニヒラがペーチャで何のポンを入れています。何現在何番、ドラドラが使いにくいんですよねこれ。ああちょっと出ていっちゃうような、出ないように出ないようにしてるけど、はい、なんかいずれねなかなか出ていっちゃうような、まあ、使うとなるとなかなか上がりづらい形にはなりそうです。逆のアポンテンチー点が取れる形、馬もつもぎり、両ピン三ピンはチーするんでしょうね、ニヒラさんはね、はい、さあ赤石はテンパイですが、テンパイ取らずペンチャンを払っていきます。どうですかこれ、もうドラがない分、客のさんもね、マンズの本位じゃない、こんなにマンズ切られたらね、はいちゃんと見てって、もう9万余ってるよ、あまり相手にしてもらえないですね、なのかもしれないしただ白ションパイの分ちょっとふもとを打ちづらいですか、うん、そうですね、手が揃ったら、まあ、せめて天杯でしょ、はい、のかな、ふもとの白がキーハイになりそうです。これも両ピンがね、出ていきたい出てきたいと言ってます。両層打つのかな、両層か、両層でした。一応じゃポンテンは行こうかなぐらいですよね。うん、ピンももう4枚見えちゃったし、はい、あの形ね、1223のね、あのピンヌの形は、あもうさ、あそうですね、さすがに、あらららららら、初も1枚切れでしたけど、ね、うん、高いし、ふもとが受けに、ふもとさんがこの打点に対してこだわりを見せるようになった分、はい、相手の打点にも警戒度が増してるんですよ。おおすごいことじゃないですか、読みが鋭くなって、そうそうなんですよ、テンパイです、逆の多分そういうことだと思うんですよね、はい、ペンサンマのテンパイは客のです。どう見えますかね、さすがにもパンマン手出しも入ったのでかなり警戒度は見ながらされているでしょうか。ニヒラがイーシャンテン、うん、両層自身で切っています。さあ赤石がカンロースのテンパイでした。役がありません。赤石さんってこうマンズ引いてきた場合どうですかね、現状テンパイで親番なんですけど、 ね、行くのか行かないのか、はい、今までの見てると行かないイメージではあるんですが、どうなんですかね、スーソーポンするか悩んでますね、ニヒラさん、スーソーポンするとドラが出ていってしまいます、テンパイを取るならば。これだと自利品になっちゃいますけどね、泣いてドラ打った方が、はい、あ、これ打てないんじゃないですかね、これ怖いところ、うん、かなり三元牌が見えていない分、事故には会いたくないと、うん、このいろんな事故があるからね、これだった時はねど高いのがあるから、うん、お、ここ泣けましたね、泣いてイーシャンテンで粘り込むニヒラです。一数ピンサブローマン、どうにか、柴田さんに質問届いてました、はい、麻雀のことじゃなかった柴田さん、一番好きなスイーツは何ですかとここに届いておりますが、リャンマンサンマンテンパイ、シンプルのがいいかな、やっぱなんかこだわったの変だよ、チョコレート普通に好きで、ね、あー美味しいですよね、シンプルなやつね、はい、定番で、ベリー系のチョコとかあんま好きじゃないですか、あそこまで聞いてない、まあ、ブラックミルクとかありますけどね、オレンジとか入ってないです、ああいうのあんま好きじゃないですね、もうシンプル、うん、ベストで、うん、だそうです、ありがとうございます。あのあるじゃん、過去もういいですかこの話。もうちょっと続けていただいても、はい。甘くないチョコレートもあんま好きじゃないですか。ああ、ちょっと甘ったるいぐらいが。うん、そうですね。あら、うん、ダメだね。無理ですね。ちょっときついですね、証は。残りつもがあと1巡ほどです。さあ注目客のリャンマン3万積もりました。これだとトイトイまでついてきますよ。客ののつも上がりとなります。3個もついてますから。ヤクヤク本一三アンコトイトイ4000-8000、ね、4000-8000のつま上がりを決めました客のです。この2回戦は大モンテの応酬となっております。いや
スイーツの話をしていたら、ここでリャンマンのつも上がり。嬉しいじゃないですか、キャサリン。最高です。ちょっと震える上がりでしたね。さあ、これで点数状況は、ダブナンあんこ。客のがトップに立って、明石が親かぶり部の分沈んでおります。イーシャンテンだよ。777ありがとうございます。明石がイーシャンテン、ドラワスピン、カンパーピン引き入れた。ニヒラもイーシャンテンでしょうか。こちらですね、ピンフのイーシャンテン、ドラを引いたふもとです。ふもとはちょっと遅れを取っているでしょうか。リャンシャンテンだね。リャンシャンテン、あ、失礼しました、リャンシャンテンです。明石イーシャンテン、お、B 型の反撃が始まったんじゃないかと。ふもとさん、客のさん、ね、上がりを決めております。万願倍満と、ええ、牛僧の統一に手をかけます。統一が増えてきたのはふもと。いや、ちょっと難しいな、これが。ん？客のですか？客のさんね、なんか、ジーソー打ちましたね。はい。なんか難しいんだよな。何がいいですか、おすすめは。いや、7番、確かペンチマンとか受けてるもんね。ペンチマン残ってます。ペンチマンも残して。バニに前切れ。ジーソーのくっつきも痛いよね、くっついたら。チュンとかでいいですか？チューン重なったらまあ5200クラスでね、泣いても大きくなるけど、本当に難しいっていうか、ペンチーマン払うもあるよね。ああ、もう2枚切れだし、引けません。どうなるんでしょうか。客のある程度ストレートに手を進めています。さあ、これで関数ピの部分が残っていきます。ちょっと苦しい形は残っていますが、ね、どうなんでしょうか。パワーマン9万も頭でもいいってことなのかな。頭と考えるとマチ的にはまあまあ良さそうなんでしょうか。まあ一応9、2枚出ちゃってるけど、8はね、なんかよく見えるかもしれないですね。はい、全然いけない9万でも、佐久間さんちょっと危ないね。ノートが泣きを入れました。ここはもう間に合わないと踏んだんでしょうか。関数マンの地位でタンヤをドライチ。ここで9万なんですね。まあ受けもあるんじゃないですか、親がね、はい、後付けのトンとかだったら嫌だから。ああ、自身はダブなんですけども、そうも言っていられない順目馬強でしょうか。三品が流れていきます。三品はポンしそうだけど、客のですね、三品はね、はい、そこら辺ポンできると上がりまでありそうな形ですね。来い、ペイは現物。三品ってあるの。三品はない。赤石さんが1枚表示牌で1枚でした。来るか来るか、全然入らない。いいシャンテン、ポンも入れていく構え。ローソー、リャンピン、サブローピン、順目は終盤、親の通風路です。テンパイできそうですか、浜本さん。リャンピンも1枚残ってますね。ローソーもある。サブローピンが薄めです。入りませんいや、客のさんも何にも引かないね。全然ダメですね。あの2メンツハイパイでしょ、はい、だってローピンとナンは。やっときました。6級魔の天敗ピンフ闇天に9が、はい、もう、あ、9、3枚切れぐらいか、まだ
まだ9いるね。あ、じゃあそれ以外全部山に残ってますね、うん。ローマンも結構あるんじゃないですか。結構あるんだ。3枚、3枚もいるの。あ、ここに、あ、残り2枚になりましたが、十分この順目ならばピンフドライチになりました。リーチは打たずですね。打たずです。24,100点のラス前ですが、まあ、リーチを打ってもということなんでしょうか、うん。力が入るが、ここはトン。つもぎりです。元テンパイ入りません。残りつもが、あー、もうないですね。はい、手だよ。はい、手、はい、手はかしです。はい、にひらもテンパイ入らず、ターピンかな。安全度を重視していきたい。小さでしたね。積もりました。相手積もです。嬉しくてちょっと牌が崩れてしまいました。ピンフ積も相手ドライチで1300-2600の積も上がりを見せました。明石ちょっと2回戦はドラマがありますね、うん。これ嬉しいですか。今のは、今のは、まあ、嬉しいです。嬉しいに決まってるよね。嬉しい言わせた方だけですよ。さあ、オーラスです。逆野の親番ドラが吐く。ちょんちょん、ん、ちょっと難しい。4トイツでドラ1枚、ね。ニヒラはソースが多めです。続きまして明石、先ほど上がりを決めました。2メンツ完成。もう一上がりで3万点受けますから ね, ね。ただふもつさんもね、あららら、ドラドラでした。いや、ここもドラドラ。え、もちもち、チートいたよ。いいシャンテン、ロースをウーピンローピン。客の逆襲があるかもしれない。来ますよ、4000、8000からの一人行きまであと一歩。お、ふもとさんも来る。 B 型対決、そこに割り込めるか。 A 型にひら、にひら一人沈みは避けたいところ。明石は浮きまであと一歩。今回開催リーチ、お、メホンチートイだ。待って、いいシャンテン、うん、メンツっても可能ですか。まあ可能ですけどね。うん、預かりが一番近いのはチートイツっぽいですね。ふもとですね。さあ、チャンス手の到来。逆のだって負けてません。メンツが並んでしまいますが、やはりチートイツだとシャアは残しておきたいですもんね。うん、捨て牌はすごいことになっております。いけない。ちょっとドキドキします。サクッと明石が通り越すかもしれません。いけない。うーん、このタイムが一番嫌です。中盤に入ります。逆のあと一歩来ました。イーピン短期チートイドラドラ9600。いいんじゃない、いいんじゃない、めちゃくちゃいいんじゃない、めちゃくちゃいい。みんな、みんな三山持てない。はい、三山です。みんな出ちゃうんじゃない。逆襲の客。9600積もれば4000オール。リーチは打っていません。打ちたくないな。トイツの椅子をほぐしていったニヒラ、単品経過。ピン出ちゃうよ、みんな出ちゃうよ。山さん、ピン出ちゃうよ。ふう、変えないで、変えるとないで。あ、でも急走も山々、まあ、悪くない、ね、はい、山々です。やはりリーチっていう選択は捨て牌上ないですかね。うん、じゃあ E ピン照らしですからね。はい、ちょっとおかしいですもんね、うん。あれれれれ、おかしがくっつきいいシャンテン。いやー、ふもとさんも引きたいところだな。先に急走があってほしい。客の E ピン照らしされたら降りて、降り
るんだったらそんなに難しくないっていうか、はい、いや、チートで小説でもさすがにね、うんうん、びっくりした。チューンは表示牌6万がさね、はい、切れてるんですよ。そうですね、だからふもさんでもチートに決めきれないじゃんあれってね。あ、はい、メンツでもありますから ね、白がないのは分かりませんからね。単葉登場イーシャンテン、やはり明石さんが強いんでしょうか。最後はでも急走まだ山々、もうさ1枚ないが、違うわ、ごめんなさい、新平さんが1枚持ってるわ。3ピンスッチーピン当たり、あーふもとがきつい。3万手持ってるから我慢もある。これた初もでも安全度は高いとは言いませんがまだ行くってことですね。リーチ打ちたがってるかも。そうですね、リーチ打ちたがってる。あ、違うか違う危険度で考えたのかな。急走にいるの大丈夫なの。危ないよ、急走単葉いるからね。え、イーシャンテンです。あ、イーシャンテンでしょ、うん、いや、急走行きそう行きそう。あー、こらえた、初がね、ふもと通したから、こらえた。あー、よく、いやいや、連鎖してる、連鎖してる。よく急走こらえた ね、すごくない。急走通るじゃんって思っちゃいますけど結構警戒してるんですか。さすがにスーピン当たりだよ。あー、やっぱり強い明石さん。三夜の上がりは1000点です。過酷ですね。2回戦もさあ、2回戦が終了となりました。トップを決めたのはそれでも客の、そして2着入気に回りました明石です。3着にはふもと、4着に平野並びで2回戦が終了でございます。続きましては3回戦をお届けいたします。